感ね。ジューシーさがカレー屋さん、でもすごい。カレー屋さん、喫茶店みたいな。ちょっとここ行ってみようか。神戸カレーみたいな、うん、僕ね昔から結構この辺通ってたんです。というか幼稚園がこの近くあったんですよ。なるほど。もう20年以上はもうこのお店あるかなっていう感じで。あ、 そんな昔から。そう、昔からあって、すごい気になってて、もうここにいるだけすごい匂い、香りがねしますね。だからもう結構老舗ということで、カレーハウス神戸屋さんに今日はちょっと行こうかなと思います。それではスタートです。どうぞ。でもすごいリーズナブルな値段のところね。あ、本当だ。ボッケーカレーってある。あ、ボッケーって岡山の。うん、ボッケーカレー。あ、ありがとうございます。値段がリーズナブル。じゃあ、 普通のカレーライスと、はい、この当店人気ナンバーワンのポークカレー、はい、お願いします。カツカレーとカレーライスです、ね、はい、お願いします。なんかすっごい食べたいものいっぱいあるね。そうですね、うん、神戸って言ったらカレー結構有名で喫茶店多かったりとか。あ、そうなんですね、うん、神戸とか行ったりするんですね。三宮とかあの辺のちょっと多いね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。来ました、こちらね。めちゃめちゃカツカレーですね。これ普通のねカレーですけど、これインパクトが美味しい。めちゃめちゃ美味しい。すみません、ありがとうございます。こちらがの福神漬けですね。今日ちょっとこちらをいただこうかなと思います。うわぁ、サクサクパターンですね、これ。うわぁ、このジューシーさ感が。うわぁ、来ましたね、ちょっと。うまい。うん。
これうまい。はい、というわけでご視聴ありがとうございました、今回はですねカレーハウス神戸屋さんにねお邪魔させていただきました、こちらなのですが、創業30年以上の老舗カレー専門店ということで、で僕がねその幼稚園の頃ここよく通ってたんですけども、ね、その頃からあった記憶があって、そのなんかカレーのいい匂いがするなーっていう感じで、ずっと見て、まあね、今になっても通ることがあったら懐かしいなーとか思って今まで行ったことがなかったんですけど、今回初めてお邪魔させていただきました。まあこちらなんですが、人気ナンバーワンはポークカツカレーということで、本当にルーがスパイシーで程よい辛さでうまいということで、そのなんといってもね、このカツが結構ねボリューミーな感じでサクサクなんですよ。まあパッと見ねその脆い感じはするんですけど、やっぱそのサクサク感が出すためにやっぱああいう感じでね、ああいう感じになっております。ぜひ皆さんもトライしてみてください。でまた他にねこのボッケカレーっていうのがあってありまして、挑戦したかったんですけどね、めちゃめちゃ辛いという意味でボッケカレーということで、また次回ね挑戦してみようかなと思います。はい、というわけで こちらのお店なんですけども、定休日が毎月第3火曜日と、毎週月曜日ということで、まあこのその営業時間もこんな感じになっております。はい、というわけで皆さんも機会がありましたらぜひ行ってみてください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。